今回もやってまいりました。ホラーマップ企画。よるだかね。さんが探してくれたホラーマップをね、この4人でやっていこうかなと思います。なかなたまにか。音が鳴るのは何なんだろう。たまになんか怖い音鳴りますか？たまにさ、なんか、息メーターみたいなの出るのなんだろう。なんだろう、酸素メーターみたいなのあるじゃん。息苦しさ。俺こそのれ出ないから水の中潜ってるからじゃない？いや、違うんだよ。歩いてたらね、なるんだよ。動画見てもらえばわかると思うんですけど、一瞬だけ出るんですよ。なんか、頭埋まってる？アマモみたいな。酸素ボックス？頭埋まってるよ。ムさん、どこ酸にいる素？の？俺はなん嘘か、か、行き先を知る。何回しよう？鉄のところ、鉄の扉あるじゃん。あそこあたりにいる。部屋の中に鍵があったりしないか探索して。割とさ、ちっちゃい細かな隙間に鍵があることが判明したじゃんか。最初からだけど。だから、そういうの見落としてたら客室入れなくて積んでる可能性があるなと思って。確かこのに、段あれ階でかも。客室ほぼ全部に入れてもおかしくはないと思う。そうだよね。客室2がさ、そんなに手がかりでもないから、割とポンポンいろんなとこに入れるんじゃないかって思う。あれ？みんないなくなっちゃった。今、一民とこに、永一田民？君だけ。なんて言ったかもしれない。はずみ？かずみ？まあ、ちょっと。君は、まあまあまあ。いや、それ、唐辛子。はっ、いや、それ金。いやいやいや。一民さんのね、部屋、なんもなかった。俺割と一味好きやけどね。七味派かな。いや、ラーメンとかにかけるなら一味かな。あれ、なんかこうチューリップある。新しい、それ。リップ新要こ素。ね、怖い、怖い、怖い、何怖色こい。れ？何色これ？大体だね。大大出会い南東。これ南東だね。そこわかなんんのだ。かな？青が東、南東。俺さ、言っちゃ悪いんだけどさ、そこら辺にある花全部取ってってるんだよね、実は。もうめちゃくちゃじゃんねえか、そしたら。ミント崩壊してたらやだな、その。まあ、でなもいとチューリッ思うプ。けどさ。さすがに。だって、アドベンチャーや。一個さ、あ、そうか、はこれこのしゃチューリッがんだとこか。ごめん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 。さっき見たやつだった。プ。ああ、いいよ。誰さっがどきこに。の？お、やっぱ、この客間のこれに関してちょっと探すしかねえか。俺ちょっとこの。時の針より鬼いずるところを覗く、こら。時の針よりって何？時の針よりって。やっこぱ、の花取れねえってことはギミックなんだ。そっか。いいのか、それで時賢のいな。花、あ、時、違う、花、おい、混ざったって。時の、が、針、秒針？大体。なんか、時の何が、針が何なのかっていう。まあ、普通に考えたら時計の針だよね。秒針だもんね、だって。秒針から覗くっていうのが。時計から覗くんだったら、確かにその骸骨の上なのかもしれんけど、どこから覗くかによらん、それ。本当にその骸骨の上なのか。まあでも、おびっくりした。おろろろろろ。そうさ、ネームタグ見えないのガチでいいな。いや、いいそう、好ね。きだわ。チョコ行く？一旦。なるほどな。ショコ開くのか？これで。チョコあ、さっき開いてたく開いてない？た、開いてた。そう、俺一回行った。こっちの右側だな、多あと写真のギミックも解けてないのかな？分。ああ、確かなに。んと。写真見に行くな。ね。屋根上とかにある、なんか。これだそけうだ。場所。ショコ左か。ここだね。いや、ちょっと今の。ビビった、ちょっと。紫怪物が。いや、紫じそゃれん。なかっ。緑って言うとしたら紫ができた。なんかあんのかな。でも、図書館で拾った本は、使ったしな。使ったっつうか、もう読んだしな。
なんか時計みたいなところがあってさ、時計みたいなところからこう、10数えるみたいな。ああね、なるほどね。時計みたいなところ、まだ出てないのかな？でも、時計を設置するって言ってた部屋って、うん。テーブルが変わっただけ？テーブルが変わっただけであって、時計とは言っていない。テーブルが変わっただけであって、いや、これ撮影時計だと思うけど。違う違う、確かにあのテーブルが時計だとは言っていないっていうこと。ああ、なるほどね。でも時計っぽいものだったら、あのテーブルが一番時計っぽいけどな、真ん中に骸骨じゃあ、だって、あんな丸みたいな形にするかって話なんやな。時計がない、時計があるって言っていて、時計がない部屋だから、多分何かしら時計に模してるはずなんだよね。っていうぐらいだから。ちょっと探してみるね、いろんなとこ。カセット入れる場所も不明だしな。やっぱり発想は合ってるはず。1と4の場所にちょっと何かしらで絶対173っていう漢字も使うはずなんだよな。ヤミちゃんは後でも大丈夫だと思うんだよな。みちゃん、今じゃないか。あとはなんか、さすがにないか。なかなか、この暗さで探すっていうのがなかなかね、難しい感じするよね。そうやな。プレー、いや、なんとも言えない感じだよな。これ何ここ？ん？ここ何？なんかあった？いや、何の部屋の名前も振られてないから、何なんだろうなと思って。そこが？宴会場。宴会場か、ここ。多分これ宴会場と同じところ。ああ、なるほどね。あ、さっきのとこもそういうことかな。まあ、可能性ある。もう一回ちょっと最初のところ見てみよう。普通にさ、なんだろう。さっきさ、もう一個のトイレあったよ。見つけてない方。なんかさっき見てたんだけど、特にないんだよね。あそこだけ何も見つかってないからさ、なんかあんのかなと思って探してたんだけど。最初の左あたりの声か。そう。カチカチしてみるかって新しいだ。意味ないです、それ。脱出マップとかでさ、こう、画面に当たり判定ないかカチカチするぐらいだったらいいけど。もう今鍵ないんだよね。そうだな。そうだね。で、ちょっとガクルン、ガクルンのお色気でなんとかこの大浴場開けれん？お色気パワーで。お色気でいけん？無理？100枚ついてちょっと無理ピンチか。でも。なんだっけ？馬？いや、なんか、持ってるああ。アイテムを、なんか、緑のやつとかは、なんかヒントがあってみたいなやつ、なんだっけ？打ったね、なんかそんな感覚、書き留めみたいな。あれ、みんなどこ行った？今俺中庭にいるよ。俺さすもがに。中庭に行くかな。時計と格闘してた。時計な。途アド中ベン、でやってなまんすかもん。物を置いたりことはないんだよな。わからん。そっちの方向に何かしら物を投げるとかだったら、ワンチャンそれがトリガーになって、まあ、イベントが起投きるげかもしれるない。とか。の取り違いの説はあるんだよな。で、間違いなくこれも時計だと思うんだよ。出っ張りの数がちょうど12個で。ヘルプ開くな。これね、なかなか難しいね。昔ね、これ。ろうそくのやつが針の位置っていうのは合ってると思うんだよな。右クリすることでヒントを確認することができます。見切りしてください。見切り緑しやまつす。だよね。ページを開きます。終わり。え、嘘。それがヒントってこと？時計が鍵であることは間違いなさそうだ。しかし、肝心の時計がこの部屋には見つからない。それに、鬼という単語が引っかかる。キーワードは時間ともに考えてばかりで、らちはわかない。もっと明確な手がかりが必要だろう。
明確な手がかり捜索するの思っちゃった。やっぱあれかな、書庫に行くべきなのかな。そうですね、ちょっと書庫でもね、書庫行ったんやね。ショック行ったけど、あ、わかんない。上の天井とかの方に何かあるとか。ああ。可能性だったら、もう見てないから、天井の方は。だからまあ、行くかな。うん。そうだ、一旦ショック行くわ。追い出す。何かしら。多分、足りてないんだろうね、きっと。この。フラグ。うん、そう。フラグかな。まだちゃんとしっかり断ち切ってない状態だから。あ、フラグ。先に進まないとね。フラグが足りんな。あ、全部開けたし。うん。ないよな。下全部開けたもんね、さっき。なかなか。いや、上とか見れるのかな、これ。上とかないのかな。待って、待って、トラップドア乗ってさ、上行けんじゃん、これ。ああ、さっきのとこ？それね、上乗ったけど、上乗ったけどね、なんもなかったよ。ああ。あそこの部屋でしょ？なんか、四角い。ガラスのテーブルがある、ここ間に。あ、そう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 。まあそう、登ったけどなかったんだよね。書道道具、書道具、書道具箱。これさ、なんだっけ、一茂だっけ、辰茂か。辰茂。書道具箱があるけどさ、これなんか入れたりするのかな。その中にあれ入れてみる、カセットテープ。書道具箱なのかな、どうなんだろう。そもそも存在を忘れてた。下にずっと書道具箱があるんだよね。ああ、書くものだよな、これ。違うね。書くものか。筆？墨？まあ、そこら辺だよね、多分、書道にしてたの。何もないと。やっぱあの時計かな。時計の。今解くべきなのは時計なんじゃないかと思うよ、やっぱり。そうだな、時計行ってみるか。いや、俺ちょっと時計。でもなんかさ、その思い出したけど、日記みたいなのあったじゃん、子供の日記。はい、やっぱあれ見る限り、テーブルが時計なのはやっぱ間違いないのかもしれない。そうだよね。それ以外に時計を模してるものがないから、まああれを時計と見立てて、まあ1と4の位置的にもまあ時計だろうなってのは。ここが1、2、3、4、5。てかやっぱなんかみんなで見る必要あるんじゃないのか。9、10、11、ガクラン、ガクラン、来て来て、12、みんなで10秒間見る、こっち抜ける必要あるとかある？あら、どうなんだろう。ぴょんぴょんすんなって。あ、乗れてた。待ってんの、おい、何してる？俺、花とか関係あるのかな。うーん、花とか。しげ、かずみ、いさみ、たかこ、あかり。いさみか。ああ、なるほど。いさみな。確かに、確かに。3人抜けてさ、あれやってみる。1人でやってみる。なんか絶対おかしいって、多分合ってるんだよ、このテーブルが時計って。そうだな、いや分かんないけど、マルチでやるとバグるみたいなことなのかな。そうであってほしいけど、方角こっちで合ってる、本当に2と3の間。じゃあここら辺みんなで見る人があるってのももうないよな。いやまあ普通に一人で見ればいい。パターンのあったー。何何何？天井？スイッチを発見しました。本当だ。どこどこどこ？
上だ。どうどう、あ、ほんとだー。うわ、もう。確かに、あるわ。動いてる下。あ、そういうこと？なるほど。これで、おい、難しすぎないか。待たせるんだ。違う違う違う、これさ、北東だからこれ東でしょ、これ。うん。回しすぎじゃない？こっちじゃないの？じゃあもうガチガチに回しますわ。俺の方じゃないの？全部。あ、そこじゃない。ガクルンが今いる方。北東だから、ここ北でしょ？北南西東だから。そう、ガクルンがいる方向なんだよ。もうちょいずれてる。まだまだ。まだまだ全然。多分ね、あと3回ぐらい。2回ぐらい。1回？もう1回？もう1回？ストップ1回。はい、もう一回かな。今？ 10 秒間だもんね。こっちじゃないの？薄い入門。え、そこなの？あ、違うのか。パイの時か。2時から23時だから、23時から、2時30分だから、多分2時の方向向かいでいいから、もう一回回してみろ。2時の方向、カメさんの方向いてたらちょっと教えてね。OK、まだまだ。これさ、わからんだろ、色が同じすぎる。それの。あと2回ぐらい？あと1回。いいね。こんぐらいなんじゃないのか？いや、いや、いや、僕はバスファインダー。合ってんのかな、これ。僕今、俺今、こいつと対談してるから。ほうほう、なるほど、なるほど。融合したかったけど。もう一回。あ、なぜ？もう一回やってみるか。ああ、ポチッとな。あれ？俺、こいつと話してるから。ああ。こんにちは。何も起きないです。大丈夫なのか、これ、本当に。おお、人の影通ってった。びっくりしなーい。おおってなっただけだった、今。びっくりした。え、なになに？俺見てなかったんだけど。おい、マジでまた。で。まず、ここにテストが出て。ナイスなかった。はい、はい。日記もらっていくね。じゃあ、俺、鍵もらって。あ、持ってかれた。俺がもらっていくぜ。じゃあ、日記の日記。明かりの。読もうか。いやこのちょっと一回ぐらい俺に読させてくれ。あ、いいよ。今日もおじいちゃんと知らない人が喋ってた。なんか悲しいと、かなくとか言ってだけど喧嘩でもしたのかな。けどそんなことどうでもいいや。今日も秘密基地に遊びに行こうっと。なんか悲しいとか泣くとか言ってたけどか。あ、ごめんね。待って、なんか今リアルでさ雨が強くなってきてちょっと怖いんだけど。どうします？え、終わり？それで日記。日記終わり。悲しいのかなくて、みたいな感じで。明かりの部屋行きましょうよ。明かりの部屋とつるか。行きます。あ、鍵だったの？え、明かりの部屋の鍵。おお、なるほどね。なんで、まあ、明かりの部屋行こうかなって。明かりの部屋ってどこだっけ？ここの右か左か。中はここ。行きます。はい、ナイス。よし。よっしゃー。あ、ようやく進めるわ。ヤージャの部屋。ヤージャ、ヤージャ、釣れべたヤージャ。終わった、終わった。このチャンネル終わりです。あ、本あった。あかりに気に。あ、どうぞ。あかりちゃんどうぞ。あかりちゃんって所長役だから。え、何、何、最近。おお、ごめんね。あ、いいよ。なんかアイテム見つけたけど、後でいいよ。最近、みんなに見つからないように秘密基地を作った。うん、もう喜んでくれて毎日遊んでる。だけど台所にはお母さんがいるし、今にはおばあちゃんの、今にはおばあちゃんが買い物してて夕方は入りづらいんだよな。じゃあ台所とかのそこの付近にあるってことか。秘密基地はね。台所に秘密。あ、で、ちなみにこれがね、あったんですよ。古びた子供用斧っていうのがあるんですよね。何アイテム手に入れた？怖いんだけど、子供用斧。それで何かを破壊することによって、あ、破壊可能なものとか見れるのか、ちょっと見てみるわ。破壊可能なもの、菓子の木材。
だそうです。なんで、まあじゃあ、あの台所のとこ行きますか。ああ、まあ確かにこの流れ的に台所行けって感じだもん。隙間探させてもらっていいですか。ああ、オッケーオッケー。確かに確かに。隙間の隙間。隙間スイッチ。隙間スイッチ。積み上げたものぶっ壊して。身につけたものぶっ壊して。全部ぶっ壊す男。全部ぶっ壊すタイプの隙間スイッチです。どうも。じゃあ先行ってよ。行きますか。ガクラン、ガクラン。ここあるな。なんだこの隙間。うんうんうん。いいな。え、なんか今火みたいになかった。あ、すごい。深淵がこちらを覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている。待って、なんかいるってこと？いないですけど。あ？え、でもなんか奥に壁みたいなのが見える。奥見えるよな、なんか。見てかさ、これすごい。看板でちゃんと隠してるし。なんか部屋が見える、奥に。壊せたりするの？ジャンプでね、ギリギリ見えるよ、ここからこうやって。そう、奥部屋あるよな、なんか。あるある。白樺、はい、なんか。看板。なんか白と、大々？はい。一旦ちょっと秘密基地を探してみて。子供部屋のもう一個だ。あー、なるほどね。記載であるってことこれ。あ、うん、なかったことに共同してるんだわ、多分。あ、え、いいですね。なるほど、なるほど。そういうことか、いいです。これ、部屋的に、この後ろのこっち側の、いいですか。隠しからのじゃないといけないんだ。ここだ、落ち着いてきてください。ここ扉あるわ。子供部屋なんて、一つしかないんです。怖い。だから、ここをいつか開けられ、あ、これだ、ここに入れて、そうすると向こうが開くんだ。まあそこしかないよな、入れる場所。なるほどな。まあ、行こうよ。とりあえず行こうよ。物語は多分、秘密基地探すのから始まりそうだから。進みますから。なね、ところでつまずいてても。よんよん。思ってた場合にいい謎解きで。割とね、今が多分ここだよ、ね。ボタンの位置わかんねえよ、クソが以外はよかった。やりごたえあってさ、なんか、あれが、建築もいい。今。で、台所がこっち。ここら辺かな。見られる場所って言ったらここら辺だよね、多分。こっち面だった。見られるつか、いるから無理みたい。え、こことか？多分、照明石かなんかを配置してあって、水が落ちる音を作ってるんじゃないか。それ、その斧って何壊せる？樫の木材だね。樫か。カシって何色？あのデフォルトみたいな色。わかんないよ。あ、待って待って、これカシじゃない？ここの奥。夜かこの奥カシじゃね？ねえねえねえ。どこにどこいるかわかんない。カシ。このも、カシこの奥。え、これだって絶対。もう一個もう一個。壊せる。いいね。かぶらないかぶらないかぶらないおい、ガクラ、マジで。え、め、マジ。おい、リセットされるんやって。あ、ごめん。え？もう、ごめんって。ってことでね、前編は。ってことで、まあ、あの、一応、脱出できたんで、まあ、よかったなって。あぶらぶら。ごめんって。あ、これ前編ってことですか。今、一瞬押しちゃったわ。ふぅ、まあ、とりあえずね。ちゃんと帰ってこれるってことが証明されたんで、じゃあ。で、帰ってくれないと俺、はい、戻れない。招待送ってあげて。ああ。そうそう。ガクラにフレンドシス送っとくわ、ちょっと。まあ、ガクラに来たら。聞いて。今さ、マルチ8人でできるようになったんだよ。あ、なんか奥に部屋がある。どうも、どうもです。あ、ちょっと待って。はい、どうも、ガクルンです。ごめん、違うわ。俺はガクルンのことフレンドだと思ってんだけど、ガクルンが俺のことフレンドだと思ってんだ。そうだった。俺関係には。お二方どうですか？あ、すいません。行きますよ。行きますよ。行きますよ。はい。いや、え、なんだ？何や？なんか倒れた。え、怖っ。こうで。秘密基地。もう何も見とらんて。え、なんかあるよ。瓶。中田この裏。時計があるよ。本あった、本あった。誰かの日記。おい。どうぞどうぞ。あ、待って、これ、ここにもいる。白紙の手紙。白紙の手紙、ちなみに、
これちなみに緑色っすね、これ。ああ。なんで、まあ、ヒントボみたいな感じなんで、まあまあまあ。あ、じゃあ読みますね。誰かの日記。読みます。今日、あかりと一緒に秘密基地を作った。ん？待って、これ。ってことは、多分これ名前ない子の話ですね。ここでお昼寝するとすごく気持ちがいい。お父さんにもお母さんにも内緒の私たちだけの場所。台所で水遊びしてたら、おばあちゃんに怒られちゃった。やっぱり秘密基地で遊んだ方が楽しいね。最近変な匂いのするお水とかお米とかいろんなものを使って儀式をさせられる。大人たちは儀式って言うけど何の儀式なのかな。〇〇様が何とかって言ってたけど何のことだかわからないよ。今度お母さんに聞いてみよっと。今日儀式のことをお母さんに聞いたらすごく怒られた。お母さんすごく悲しそうな顔をしてた。多分大人になるまで教えてくれないのかな。早く大人になりたいな。で終わりっすね。なるほどね。ここで寝てたんで俺の立ってる位置で。でもさ、これ、ガラス瓶を拾いました。ガラス瓶。これガクルンかな、多分本持ってる。あ、今もらってるかな、今。うん。ちょっと渡してもらってもいい？なんでかっていうとね、カメラに収まってないからなんだよ、文面が。待て、ウェイトミニット。後から見れますから。俺の手元に来なかったんだが。ま、なる。あと、あれなんだ、あの、柱の上についてるやつ。これ回しても何も起こんないか、多分、一定位置じゃないと起こんないんだと思う。どっかでなんか、手のギミックか。ここなんかないの？何もない、もしかして。しなかったね、何も。そういや、中田、そこの奥で拾ったやつは何だと思った？ガラス瓶だね。水を取れる。あ、じゃあ、水台所で。取れたりしないのか、ね。取れるはずだから、取りに行こうか。あ、水、水取って何かに使うって書いてあった？いや、ないよ。それはもうお清めでしょ。適当に言ってるけど。モーションみたいな使い方するま？ドラクエどこかに水を差すことによって発動するギミックがあるとか、ね、水を差すそんなね言い方悪いっすよ。水の利効能なし。じゃあ飲んでみようぜ。あれ飲めないと。はい、うるせえこいつ何回も冷蔵庫確認しとる。青井くんさ、それはちょっと違うんじゃない？水でもさ、これ、せっかく汲んで、これ全部さ、逆になんか汲んで出したりしたの。いや、ちょっとこれ、斧渡しとくよ、中田くん。あ、もらった。水満タンにできたりできないの、これって。無理だね。ああ、いや、できるわ。マジ？ああ、中庭の水ね。でもさ、それってなんか書いてあった伏線みたいな。いや、そんなアホみたいなことがあるか。秘密基地に見つけた手紙。ああ、これはもうヒント本だから使わないよね、まだしばらく。手紙の方はなんか書かれてる？これヒント本だから開いちゃうとそのまたヒントが出ちゃうよ。見る？いいんじゃね？あ、もう見る。OK。あかりとその兄弟の秘密基地に入った。どうやらあそこは二人だけの唯一の場所だったらしい。秘密基地で見つけたガラス瓶と本を見るに、水に関連するところが怪しいのだ。おい、聞いてることも一緒やからもう、別に見るじゃなかったやん。これさ、これ173って1回7回3回。さすがにか。考えすぎか。173?渡しとくよ、じゃあ。あ、1回、7回、3回って、そういうことな。まあ、違うと思うけどね。ここしかないよな。水関連する場所、他にあるかな。まあ、でも、ガラス瓶使うことは確定してるからさ。わりかし。と、水でしょ？関連だから。まあ、これ、正解なんじゃねえかな。おい。7ってどうやって表現するんだ？
いっぱい入れる。水持った状態で何回も。パシャパシャパシャみたいな。わからねえ。誰かにパスするわ。考えるモードになろう。体を動かしてもわかんねえから。これバカだからわかんねえけどよ。バカだからわかんねえわ。